long, long time ago it was. Before people began to dwell in the sky, a terrible war was waged between us humans and the wicked god. After the horrendous battle, our ancestors entombed the wicked god and left the polluted and barren earth to find their future in the sky. In this world, there are things that people mustn't touch. Who cares? God of demise and destruction, the cursed power of Mar-Petru. The End, Magnus? Never heard of that before. Damn, the bastards. It's unthinkable to act against the Empire? Wait, heroes are just so busy. I've been waiting. Finish him. He will inflict a catastrophe upon the Empire. Let us trust just the young one more who hold the spirit within them. Only such a battle will fill the void within you and soothe the agony inside. From when did you know? Givari! No dead weight! No way! Lost ocean. Awaken, god of the past! Now, be what you want to be! Someday you will know what you are meant to be. あなた、気に入られたみたい。精霊が降りてきて、何か想像もつかないような素敵なことが始まるといいわね。いや、その名前は？解き放て我らを千年の闇から、千年の孤独と苦痛から。お前には美しい白き翼、世界には
死と滅びを。いや、目が覚めたかい？どうだい、気分は？あんたは、俺はどうしてここに？私はラリクシ。このケバルライ村で医者をやっている。君は近くの森で気を失って倒れているところを見つけられて。ああ、そうだ。いきなりロックキャットに襲われて。畜生、油断してた。相手がロックキャットでよかった。彼らは草食だからね。しかし普段は人を襲ったりしないんだがな。最近森の生き物たちが妙に落ち着かなくてね。なぜだかわからないが、みんなひどく気が立っている。君も森には下手に近寄らない方がいい。ところで君の名は何と言うんだね。この辺りでは見かけない顔のようだが。ああ、俺はカラスって呼ばれてる。この辺りに来るのは初めてなんだ。うん、カラス君か。それでは改めてようこそケバルライ村に。カラス、強く頭をぶつけていたようだから、もしかすると軽い記憶障害が出るかもしれないとちょっと心配だったんだが、さあよかったら起きて村の中を見て回ってみるといい。まあ辺境の小さな農村だ。特にこれといったものはないがね。それから君の飛翔機はそこだ。変わった方の飛翔機だね。帝国で一般に普及しているものとは違うようだが。ああ、そいつはじいちゃんが作ってくれた。特殊、じいちゃん腕のいい機械屋だったから。うん、なるほど。ところでそのおじいさんは？死んだよ、2年前に。そうか。ありがとう先生、助かったよ。ああ、礼なら外にいるミーマイに行ってくれ。森で倒れてる君を見つけてここまで抱えて帰ってきてくれたんだ。ああ、わかった。ミーマイだね。それじゃ行こうぜ。あんたの左肩に乗っかってる、それ。ああ、へえ、帝国の方じゃ普通に使われてるらしいけど、こんな辺境じゃ飛翔機を見かけることはまずないよ。しかし
なんか変わってるね。ああ、これは俺のじいちゃんが作ってくれた。けれどそんなに珍しいのかな。ラリクシ先生にも同じこと聞かれたよ。へえ、先生に？先生が飛翔機に興味を持つなんて珍しいな。別に機械のことなんかには興味なさそうな人なのに。ところでそれ片方しかないみたいだけど、もう片方は故障して修理でもしてるのかい？いや、こっちだけでいいんだ。俺、左の翼がないんだよ。それでじいちゃんがこいつを作ってくれたんだ。ああ、そっか。いや、構わないよ。こいつのおかげで俺は別に何の不自由もなくやってるし。そうか。しかし、あんたのじいさんってすごい腕のいい職人だったんだな。オリジナルの飛翔機を作っちまうなんて。ああ、俺にはよくわからないけど、何でも自分で修理したり作っちまう。ま、連れて帰ってくれたのは。そうだよ、すげえんだぜミーマイは。そこらの飲んだくれなんかよりよっぽど頭いいし。いや、そうか、世話になったなミーマイ。あなた旅の人？近くの森にあるという古い遺跡を見に来たの。え、俺？私、もう行かなきゃ。村の人は誰も近づきゃしないぜ。あの森には呪われてるって言ってさ、どっかの兄ちゃんみたいに森の獣にやられてぶっ倒れたりしなければいいけどね。チェ、言ってくれるよ。月騙しの森の遺跡か。俺たちも後で行ってみるか。
歯ごたえはありそうだな。楽勝だったな。蹴散らしてやるぜ。さてと、お宝でもいただくか。